はね、もう超有名人の浦君に。はい。で、あとは、お互いの同級生。ある。はい。翔猿関。翔猿は、先場所、11敗してたね。そう、いや、あの、白鵬戦見た？いや、あれさ、ねえ、伊之助やと思っちゃったよ、俺。あ、一発目？そう。てか、あの、洋一さんもさ、もうさ、仕切り戦離れてる時点でさ、そういう立ち合い、なんだなって分かってるから、別に一発目でさ、始めちゃったらよかったのにね。うん、いやね、あれでさ、止めたからさ、横綱にやっぱさ、考える余裕ができちゃったよね。仕切りやり直して。うん、あれそのまま成立したら、もっと面白い展開になってたかなと思うんだよな。しかも、その後、横綱、正代戦でそれ真似してるっしょ。いや、俺絶対、俺、思うけど、あれ、ね、翔猿が、白鵬に出してあの作戦やってなかったら絶対白鵬やってないと思うんだよね、あれね、あれは授けたよな、絶対。うん、いや、あれほんともったいなかったな。え、俺も生で見てたけど、やっぱ何、相撲ってさ、やっぱ横綱相手にはさ、もうこう思わなきゃいけないっていうか、年上の人に対してとか先輩に対しては自分からぶつかっていくっていうのがさ、うん、やっぱあるわけじゃん。それがまあ基本的な考えなわけじゃん、相撲だったら。まあ基本はね。それでやっぱああいう変則な相撲を取るっていうのは、やっぱ先輩に対しては、まあね、ガチンコの勝負だからあれだけど、先輩に対してはちょっと失礼というか、うん、いう感じがちょっとあるじゃん。まあ舐めてるじゃない、舐めてるだからじゃないけど、でもだから翔猿はなんか最後突っ込まざるを得なそうな感じじゃなかった。うん、まあまあね。でもなんか俺の中で、うん、そのまあ、普通にやったらさ、やっぱ横綱の方が強いじゃん、どう考えても、うん、久々とはいえ、うん、でもどうにかしてこう勝ちに、自分のなんか頭で考えて最大限の方法で勝ちにいったっていうのところに、すごいこうプロフェッショナル感じたんだよ。俺、け返ししりゃよかったのになって、俺、すげえ思うんだけど。でも、怖いと思うけど、翔猿からしたら、白鵬、右足か、右足怪我して、手術し上げてるから、右足前に白鵬出た時に、これ、まさや、思いっきり蹴ったら面白いのになと思って、もう見てるだけだから、こっちは。もうそんな蹴れないだろうけど、横綱相手に。それ言ったら、やばかったね。やばい意味で。どうなるか分かんないけど、でもめちゃくちゃ、もうちょっとあのそのはあれだね、なんかもうちょっとあと30秒ぐらい見てほしかったわ、似合ってほしかった。こうがおい来いよみたいな感じで行かざるを得なくなってたけど、まあ横綱余裕あったよね、やっぱね、ま、押されないもんね絶対。めちゃくちゃハーハーしてたね。いやあれ疲れると思うよ、だってさ横綱は張り差しあるじゃん、うん、それ距離あるとはいえさ、まともに食らったら終わりじゃんっていう、なんとはいつ刺されてもおかしくないみたいな状況で、こうだいぶ余裕なかったと思うんだよな。最初立ち合い確かじわじわ近寄ってって、で諸手でついて白鵬が突っ張ったでしょ、うん、まさに翔猿に、うん、あの時白鵬ってあんまね、突っ張りがそんなに上手じゃないじゃん。うん。突っ張る力士じゃないから。うん。その時なんか、お、いい感じだなと思ったけど、でもあれで、だいぶ、なんか、体力消耗されてたね。いや、あれはね、体力もメンタルもすげえ削られたと思うよ。まあ、見てて面白かったけどね。いや、面白かった。まあ、何かやってくれるっていう、まあ、期待通りの翔猿の感じだったわ。でもやっぱさ、プロの力士とはいえ、お客さん沸かせてなんぼと考えたらね、エンターテイナーですごいよね。うん、やっぱ翔猿らしさが全開に出たと思うね、あれは。あ、そう、翔猿のあれは、その一緒に稽古したからこそとか分かる強さというか長所というか、まあ短所もあったらあれだけど、まあ
よくね、最近荒井宗也と稀勢の里さんが引退して解説しててさ、まあ、同じようなこと言ってて、うん、あれなんだけど、なんて言うんだろうな、翔猿ってこう相手に力出させないのがうまいなと思うんだよね。はい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 、はい、このなんか相手が押そうと思ったら引くし、引こうと思ったら押すみたいな、なんて言うんだろうな、相手の力をほんと出させないようにする相撲がうまいなと思うのね。はいはい。でどんどん動き回って自分のペースに持っていくみたいな、その技術がまあ本当にズバ抜けてるなと思うね。これ最近稀勢の里さんも同じようなこと言ってて、あ、さすがと思ったんだけど、あれだよね、まあ、昔から中高大って、まあ、昔からああいう感じの相撲だけど、最近体大きくなってきたじゃん。135ぐらいあるって言ってたかな、うん、この前喋ってた、だからなおさらそういう相撲が取れる幅が広がってきたというか、立ち合いね、止められ相手の圧力止められてから翔猿ペースになる展開が多いよね最近は。そうだね、だから本当に、まあ、あの動きそのままパワープラスとしたみたいなね、まあ裏もそうだけど、なんかまあ大相撲に適応してどんどん強くなっててすごいなと思うね、裏も含めてだけど。やっぱり相撲って体重あった方が強いよねって思わない、ああいうの見てると。まあありすぎは良くないけど、ある程度ないと、炎鵬とかね、ほんとすごめちゃくちゃすごいけど、やっぱね、どっかできつくなってくるよなと思う、ね、しかも大相撲って同じ人とさ何回も何回もやるじゃんね。そうそうそう、だからまあね、大相撲に限らずだけど、まあ、プロ野球でもね、お互いに一軍同士の人はずっとやるんであれだけど、でも肌と肌ああやって合わすと、小さい人ってやっぱ慣れられたら厳しいよね、難しいと思うわ。でも来場所はあれも浦対翔猿あるんじゃない、幕内で。そうか、ま、前頭の後半ぐらいか、10枚目前後ぐらい。うん、絶対当たるよね。そうね、どういう相撲になるんだろう、めちゃくちゃ気になるわ。もうこれはまあ俺たちとしてはかなり熱い一戦だよね。うん、まあパワーで言えばね、断然裏の方が強いけどだろうけど、やっぱりあの頭の付き合いになるんだろうね。まずはなんかさ、お互いすごい動けるじゃん、動きいいけどさ、全然違った動きじゃん、なんて言うんだろうな、相撲のスタイル違うし力の出し方も違うから、まあ早く見たいなって感じだね。あと同級生は今落ちちゃった浜町千代の海、高校で一番、あ、大学で一番伸びたかね。そうね、もう日体大の不動のレギュラーだったもんね。そうね、千代の海のお母さんと俺、うん、アメリカで会ったことあるんだよな。なんでいや、なんか俺が住んでたロサンゼルスの日本食売ってるスーパーにたまたま行ったら、高知県フェアみたいなのやってて、で日本から人が来てるみたいな、でえみたいな声かけられて、でも俺は当然知ってるわけないじゃん、千代の海のお母さん、で知ってるみたいな、いや分かんないっすって言ったら千代の海のお母さんだった。なんでこんなとこいんのみたいになって、え、逆にこっちからしたら、なんでこんなとこにいんのって感じだよね。そうで、まあ話聞いたら高知県フェアやってるみたいな感じで、はいはい、ですげえ高知のさ、なんか名産品をめっちゃ売ってたんだけど、うん、千代の海のお母さんが自分で買ったのを俺に全部くれた、持って帰りなさいみたいな。ありがとうございますみたいな。いう思い出。それではね、まあ、アミダのチャンネルの方で、御嶽海と、大学の同級生だった大山、
で僕の方のチャンネルで、北斗富士とあとは浦とで翔猿のまあエピソードトークというか、まあお互いが好きなことを言っただけなんですけども、はい、話させてもらいました。次の大相撲は、9月か。うん、東京だね。また頑張ってほしいですね皆さん。まあね、新横綱も誕生して。そうですね、照ノ富士。まあ照ノ富士に横綱出るし、また同級生が頑張ってね、黒星つけて盛り上げてほしいと思います。それでは皆さん、また僕もちょっと動画、この動画上げたいと思います。ではまた。